こんにちは。日本とモンゴルは1972年2月24日に外交関係を樹立し、今年が50周年という節目の年となっています。両国の関係を良好に保つために重要な役割を担ってきたものは数多く存在しますが、中でも大相撲で活躍するモンゴル力士たちが両国民の距離を一気に縮めたことは疑う余地がないでしょう。しかし当然ながらモンゴル力士たちも一枚岩ではなく対立関係もあったそうです。今回は旭秀山さんが朝青龍さんに語った言葉についてモンゴル力士の過去の関わりなども交えて紹介します。ぜひコメント欄にあなたの感想を記載してください。コメントのやり取りで盛り上がりましょう。今年で外交関係50周年となる日本とモンゴル、多くのイベントが両国で行われており、2月には記念式典も行われました。これまで多くの人々が両国を行き来し協力してきましたが、中でも相撲界ではその影響力は大きなものとなっています。1991年に大島さん、旭天鵬さん、旭天山さんらが選ばれ、初めてのモンゴル出身力士として来日したのを皮切りに、多くの力士が日本で各界の発展のため切磋琢磨してきました。中には日本の国籍を取得し、親方として後進の育成に励む者もいます。9月場所では、左前頭3枚目の玉鷲さんが、昭和以降最年長である37歳10ヶ月での優勝を果たしました。モンゴル力士ということでは、5月場所を制した横綱照ノ富士さんから3場所連続となっています。玉鷲さんはモンゴル出身力士の中でも独自の立ち位置を貫いていることで知られているようです。現在の各界にはモンゴル出身力士が18名在籍中で、三役だけでも逸ノ城さんの他に元横綱の甥っ子に当たる豊昇龍さんがおり、小結びの霧馬山さんは三大関に勝利して9勝6敗の成績を残しました。また親方にも宮城の高砂、大島、鶴竜、錦島と5人が名前を連ねています。モンゴル出身者は各界で一大勢力になっているようですが、元横綱白鵬さんの祝福に玉鷲さんは笑顔を見せなかったようです。白鵬さんは自身のツイッターに玉鷲さんとのツーショットを公開し、玉鷲優勝おめでとうと祝福していましたが、白鵬さんの後方に映っていた玉鷲さんはマスク越しにも笑みを浮かべていなかったといいます。これに対してある若手親方は、モンゴル人力士にはいくつかのグループが存在するが、玉鷲は白鵬のグループとは交わらないことでも知られている。玉鷲は土俵では各界のモンゴル人コミュニティに入らないと決めているらしい。モンゴル人力士の頂点にいる白鵬とは距離を置いており、それが今回のツーショットにも自然と出てしまったのでしょうと明かします。日本人同士も同様ですが、同じモンゴル出身力士たちの間でも派閥争いや対立があるようです。2017年鳥取巡業の夜に、当時の三横綱である白鵬さん、鶴竜さん、日馬富士さんがモンゴル出身力士らを招集し、その席で日馬富士さんが貴ノ岩さんに暴行したことにより、裁判沙汰や元貴乃花親方の孤立など各界を揺るがすことになった一連の騒動も、モンゴル力士たちの上下関係が一つの理由となっていました。その事件をきっかけに日馬富士さんは引退に追い込まれていますが、この暴行問題をめぐってはモンゴル出身の朝青龍さんと旭秀山さんが場外乱闘を繰り広げていたようです。朝青龍さんはツイッターで、また彼が話したのか、嘘をつくな、もっと上手に嘘をつけ、我慢できない、本人は話している言葉の意味が分かっているのか、到底理解ができないと過激な
発言を連発しました。名指しはしなかったものの、高野岩さんとの電話のやり取りを明かした旭秀山さんを指すのは明らかで、フジテレビ系の番組で旭秀山さんは多分僕のことを言っている、いつか俺が嘘ついているか、どっちが嘘ついているのかわかると明かしています。朝青龍さんは春馬富士さんを支援する立場で、関係者は朝青龍は旭秀山は何も知らないのに話していて許せないと怒っていると明かしていたようです。この事件で SNS やテレビを通じた空中戦では、春馬富士さんと高野岩さんの代理戦争の形になっていましたが、実は両者の確執は14年前に遡ります。2003年7月の名古屋場所5日目、当時横綱だった朝青龍さんは旭秀山さんの髷をつかんで反則負けしました。8日目の取り組みの後には風呂場で体がぶつかって口論となったり、朝青龍さんが旭秀山さんの車のドアミラーを壊すなど犬猿の仲としても知られています。この時は当時角界ナンバーワンの怪力を誇っていた海王さんが仲裁に入り、なんとか事なきを得たようです。11年には八百長問題で角界は大荒れ状態で、春場所が中止となると八百長への関与を認めて、いない力士が引退勧告を受けたことに不満を募らせた。モンゴル出身力士らが中心となって夏場所を自分たちの方からボイコットすべきだとの声が上がりました。これも力士代表として当時大関だった海王さんが反対を唱えたことで事態を収めていますが、旭秀山さんと朝青龍さんの遺恨は現役引退後もモンゴル国内で継続しているようです。朝青龍さんはモンゴルレスリング協会長などを歴任し、他にも農業作業など多角的な経営で活躍しています。一方の旭秀山さんは08年から12年までモンゴルの国会議員を一期務めました。現役引退後も様々な方面で活躍する朝青龍さんと旭秀山さんですが、春馬富士さんの暴行事件をきっかけに再び衝突してしまいます。旭秀山さんは日本のテレビ番組で、あの時はだいぶ飲んでいたらしい、鷹の岩に電話がかかってきてスマホを見たら怒られた、それを見た春馬富士が怒り突然ビール瓶を持ち出して周囲が止めたと証言し、鷹の岩さんを擁護する形になっていたようです。それに対して朝青龍さんは自身のツイッターで、本当のことを聞きたくないか、ビール瓶なんてありえない話と弟分である春馬富士さんを擁護したといいます。二派に分かれて対立していた二人、後に日本テレビ系情報ライブミヤネ屋に出演した旭秀山さんは、朝青龍さんとの確執について聞かれると苦笑いしながら、相撲で昔土俵際のトラブルが実はあるんですよ、風呂場とか髷を掴んで反則負けとかあって、怒って俺の車のミラー壊しちゃってと振り返り、今でもライバルというか仲はあんまり良くないですとぶっちゃけています。ツイッターで朝青龍さんが春馬富士さんを擁護していることについても、大体僕の言ったことに全部反対だという人間なんでと言いますが、とはいえ公衆の面前でつかみ合いになるほど現役の頃のようなバチバチの関係ではなさそうで、モンゴルであったら問題ないんですよ、握手して普通に喋ると言います。旭秀山さんと朝青龍さんの確執はしばらく続くのかもしれませんが、どこの国の出身であろうが暴行や八百長反則はあってはならないこと、これからの大相撲を担う力士たちにはクリーンな相撲界を作っていってほしいですね。ぜひ皆さんも一緒に応援していきましょう。この後関連した動画もご案内しますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録やコメントもよろしくお願いいたします。